女子プロレスラーでタレントジャガー横田の夫で、医師の木下博克氏と高校1年成長男、木下大志くんが1日までに YouTube などを更新し、大志くんの高校名を公表した。写真、偏差値66、高校在籍。大志くん顔出しショット、イケメン、ジャガー横田ファミリーチャンネルに6月30日、ついに JJ の高校名発表。さらにジャガー横田が山形から乱入と題した動画をアップ。高架や新幹線の駅などヒントを出した上で、大志くんは、佐久長聖高校です、と高校駅伝など文武両道で知られる長野県の名門高校で寮生活を送っていることを発表。滑り込みヘッドスライディングで入れたかなと。なんとか拾ってくれた、と話した。博克氏は、佐久長聖高校の一塁ですね。偏差値66ですね。相当高いですよ、と明かし、本当に佐久長聖はすごくいい学校ですよ。もう力込めて何度でも言います。入れてもらったからじゃないですよ。本当にいい学校、と絶賛、佐藤校長先生をはじめとす。右京職員、学校一丸となって方針が素晴らしい。世界に羽ばたく佐久長聖ですから、留学したい人向けのプログラムもあるし、東大京大医学部バンバン入れますしね、と話した。佐久長聖高への入学が、息子の生きてきた中で、親として一番嬉しかったことですね、と博克氏。進路について、医学部へ進学しないのですか、との質問が寄せられると、大志くんは、海外留学です、と明かし、博克氏も、海外留学する予定です。お金はお父さんです、と話した。また一日にはジャガーもインスタグラムを更新し、夫婦ショットをアップ、家族3人揃ったらいつも楽しい時を分かち合い、辛い時は分け合って。生きてきたよね。これからもずっとだよ。JJ、頑張れ。ダディとマミーはあなたの味方だから、とエールを送った。さらに博克氏もインスタを更新し、笑顔の夫婦写真を掲載していた。